木野正幸は、東京都生まれのバイオリン奏者。東京都清瀬市出身。4歳からバイオリンを始め、日々の相次ぎに支持した。東方学園、子供のための音楽教室に入室し、篠崎伊佐子、西川十三に支持。1982年、東方女子高等学校音楽科を卒業し、ロンドンのギルドホール音楽演劇学校に留学、イフラニーマンに支持した。 卒業後は、ナタン・ミルシテーン、ルッチェ・ロリッチ、イブリー・ギトリスに指示した。1984年、本格的な演奏活動を開始。1988年、ギトリスと共演し、フランス、スペインでテレビ放映された。日本では、名古屋フィルハーモニー公共楽団のコンサートマスターを経て、日本フィルハーモニー公共楽団のコンサートマスターを務め、 2002年から同団のソロコンサートマスターに着いた。2013年現在は、ロンドンと東京を本拠地としている。競争曲のレパートリーは40曲に及び、ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団、ベルリン交響楽団、ポーランド国立放送交響楽団、モスクワ放送交響楽団、ロンドンモーツァルト管弦楽団、アルトゥール・ルービンシュタインフィルハーモニー、エネスコ管弦楽団、 グレーターパームビーチ公共楽団などのオーケストラと共演を重ねている。また、サンレモ、オールドバラ、オールンサロ、インターリンク等国際音楽祭への参加も多く、BBC、ラジオフランス、ライ、シーのテレビラジオに出演、海外での活動も行っている。2001年には、東京にて、コンサート、パガニーニの魅力を主催。 パガニーニが弾いていた当時と同じサイズのオーケストラを組織し、すべてパガニーニの作品でプログラムし、ソロバイオリンは通常より長弦を高くして演奏する演奏会でテレビ朝日ブロードバンドライブサイトにて放映された。2003年7月にはフランス歌手音楽祭にてイブリー・ギトリス、ルチエーロ・ロリッチ、マルト・アルゲリッチと共演。日本フィルハーモニー交響楽団演奏会では、 競争曲の独奏者として演奏することも多い。オクタビア他より CD も数多く発売されている。室内楽奏者としても国際的に活躍しており、弦楽四重奏としてはルガーノ・カルテット、ピアノ三重奏としてはトリオ・ミンストレルのメンバー。近年はピアソラ作品も頻繁に演奏しており、バンドネオン奏者の帝宝とも共演。パガニーニやサラサテ、 イザイ等の難曲をいとも簡単に弾いてしまうビルトオーソタイプのバイオリニストとして人気を博している。また、隠れたビルトオーゾピースなどのバイオリン曲を発掘し紹介することにも熱心。パガニーニ作曲カプリス第25番を出版したのをはじめバイオリン楽譜の監修者としても活躍。1997年から2006年まで長野県白馬村にて 毎年夏に2008年から三重県島志望館の里でマスタークラスを開催し、また東方学園大学、武蔵野音楽大学、東京音楽大学の講師として後進の指導、育成にも力を入れている。2013年より東京音楽大学教授。自らの経験に基づき特定の系譜にとらわれない指導を行うため、 東方学園や武蔵野音大だけでなく、東京芸術大学、総愛大学、愛知県立芸術大学やそれらの付属高校などの学生をはじめ、日本全国や欧州にも幅広く教え子がいる。市場レッスンとしても、レッスンの友者、レッスンの友において、バイオリンレッスンルーム巨匠の伝言を連載。映像レッスンとしても、レッスンの友者から、バイオリンビルトオーテクニック。 巨匠からのメッセージ DVD を出している。使用楽器は、恩師ルッチェロリッチから譲り受けた1776年生、ロレンツオストリオー他に、ジュゼッペ・アントニオロッカも所有している。メインの使用弓は、ドミニク・ペカット。ありがとうございます。